開けますよ。はい、ということで僕たちは今寿司を食べ終わって、県立音楽堂前に戻ってきたんですよね。ここに金沢駅があります。はい、これはですね、金沢駅の私が工事中だっていつも言ってるやつね。はい、いや、それどうでもいい話で、今からですね、なんとですね、リムジンに乗らせていただくということで今からリムジンを今待ってるんですけども、スーツくんに金沢大学を案内しようかなっていうふうに思ってまして、普通に興味ある、行ってみたいな。はい、一緒に通学させていただけたらなっていうふうに思ってます。あ、お久しぶりです。あ、ごめん、あ、知り合い。お久しぶりです、ケイナさん。はい、初めさせて。お久しぶりです。友達の YouTuber のスーツくんっていう方です。この間の NHK 出てた。あ、そうです、そうです。スーツくん、見えますか、あれが。すごいっすね。よろしくお願いします。失礼します。わー、すごい、ありがとうございます。うわー、すげー。すごっ、なんだこれは。なんだこれは。あ、これ前と後ろで違うんですね。さすがリムジンだ。こんな感じで広い、確か9メートルあった気がする。パリピだな。雰囲気がちょっとね、僕らには似つかわしくない。いや、本当に違和感あります。あー、なんかね、どうかな、新館の会場がこんな感じの雰囲気でしたね。だから新館に来た先輩みたいな感じ。あ、先輩ですか。そうそう、なんかそんなに、ね、落ち着きはしないです。そうそうしちゃいますね。そう。じゃああれですか、シャンパン飲みますか。あ、そっか。あるならじゃあ。ちなみにこれはノンアルコールにしてもらったので、ありがとうございます。アルコールは入ってないです。はい、これはオプションらしいんですけど、うん、普段は追加料金がかかるっていうことで。なるほどね。で、インスタグラムのこんな感じで、なんかリムジンから見る景色はなんか違います、ね。全然違う。うわあ。ちょっと忘れてた。あ、ごめんなさい。いや、大丈夫です。棒があれだな。あ、いい感じ。いや、今右カーブして、これ終わったら今カーブ終わりました。もう大丈夫だと思います。あ、OK です。じゃあ、通過させていただきます。はい、ありがとうございます。あ、ちょっと上、おお、やべやべやべ。あ、あ、あれを、あれを使って。では、金沢観光に乾杯。乾杯。これ、これ音鳴らしていいんですかね。多分いいやつですね。いいですかね。これノンアルコールなんですね。ノンアルコールっぽくないですね、うん、なんかすごいアルコールが入ってる感があるけど、うん、確かにでもピリッとする味がないからノンアルコールなんでしょうね、うん、大人の味だ。すごい、このパーリーピーポーの極みみたいな。いや、本当にあれだ、普段関わることがない人種の方たちが、うん、この中に投げ込まれたらどうしていいのか分かんなくて、ただ絶望するだけでしょ。確かに、何もできずに終わりますよ。端っこに早く行きたいですもん、こういう場にいたら。ここも早く逃げ去りたいな。寝れますよね。そう、普通に寝られますね、これ。でもリムジンの方が寝るにはいいと思います。多分音もしないし、振動も少ないし。確かに。今スピードがゆっくりだからってこともあるかもしれないけど。あ、来た。おお、茶屋街の入り口のところ。茶屋街の入り口だ。やっぱさっき歩いた景色とはまた違いますね。ああ、こんにちは。こんにちは。どうも。全然見ないですね。見ないですね。まだこう。霊柩車と間違えてるのかな。今から人が多いポイントに行こうと思います。行くことになってます。まあ、坂登っちゃうんだ。すごい、すごいですね。出てます。すごい注目されてる。ありがとうございます。あ、手振ってる。はーい。あ、どうも。どうも。いや、ごめんなさい、有名人ではないんだよ。そんな大したことはない。大したことはないです。え、めっちゃ綺麗。こんな兼六園の目の前までこれで来られるんですね。いや、ほんとに桜が綺麗で、うん、あー綺麗だな、桜。うわ、すごいな、ね、やっぱ注目が、うん、こんな注目されるとはな。ほんとに素晴らしいな。いや、ほんとに素晴らしい、うん、なんか申し訳ない気持ちになりましたね。誰みたいな言われたけど、別に何者でもないから申し訳ない気持ちになりました。はい、ありがとうございます。またね。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。またね。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そうだ、21世紀美術館に到着しました。うん、そう、外の、そう、これ丸い形になっててマルビーって言われたりもしてます。あ、あの外の展示物、あ、このシャボン玉みたいなやつですか。この美術館全体が丸の形になってるんですよね。円形の展示の方法しますよね。はい、シャボン玉も面白い展示だなと思って。ちょ、そうですね、ちょっとこっから先勾配がすごいな。なので基本的に、あ、学生がいる、学生がいる、あ、本当だ。あ、
横浜国立大学の薄汚れた工学部とは違うな、はい、駐車場の相談をしてるみたいですよ。すごいね。なるほど、なんかアニメーションの舞台にもなりそうですよ。すごいすごいすごい。おおおお、すごいな。あれで多分一旦左に寄せてからバックするって感じですよね。すごいな本当に。いやすごい。もらうところも映っちゃう。おお、開けますよ。ということでですね、はい、スーツくんに今から金沢大学を案内しようと思います。お願いします。理系と文系のあれも相当離れてますもんね。そうですね、なので理系と関わる機会はほぼないです。でも理系の等を使うこともあるでしょ。あ、ないんですよね僕たち。そうなんですか、はい、横浜国大はね、一応工学部の方行ったりするんですよね。はい、こちらが、僕が通ってる経済学類の等です。 あ、経済学部だったんですね。そうなんですよ、知らなかったの。スキップ。いやでもいい天気だ。しかも僕たちしかいないからな今大学に。れたら意外とめんどくさいですよね。あ、こちらが大学1年生の時の、はいはい、あ、総合教育講義等って要するに、教養教育科目の履修をする。そうですそうですそうです。あ、どうもこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。あの、この方の方があの神奈川大学有名なはずですよ。あ、そうなんですよ。すんで。え、物？いや、やめてくださいよ。やめてくださいよ。文化祭の動画見ましたよ。あ、ありがとうございます。あと、新刊に入り込むやつ見ましたよ。ありがとうございます。そう、今年。なんかすごい最後が、あの見てる方がいたたまる。そうなんです、そうなんですよ。恥ずかしくて。今年、近大に入った新入生らしいです。え、おめでとうございます。ありがとうございます。え、理系ですか？理系です。あ、頑張ってください。今から大変だと思います、理系は。でもどうすかね、自分に向けてカメラ向ける人見たらえって分からんような気もするけどな。なれー、あ、そうか、そうだよな。綺麗だ。ここがアカンサスインターフェースといって、はい、理系と文系の塔の架け橋です。あ、興味がある。この意見何のために使ってるか知らないですよね。知らないです。でも飛び込みは禁止な気がします。まあ、あ、そうでした。理系はもう一つ橋を渡らなきゃいけない。はい、でこちらの橋をもう一つ渡ると理系の塔に、入るんですけども、もう時間がなんか意外とね、なんかなかったんですね。そうなんですよ、リムジンを借りてる時間が2時間で、もう少しで2時間経つので、うん、ここで、まあ、理系の塔には今回行けなかったんですけども、今後また金沢に来る際は案内させていただこうと思います。このリムジンを借りるのに通常で借りる場合は1時間おいくらでしたっけ。1時間3万円税込み。税込み3万円で、2時間120分で4万7000円だそうです。なるほど、じゃあ5万円出せば2時間借りれるっていうことでしょうか、うん、ただし条件があって、弊社 SNS へ投稿許可が条件となります。だからあの、僕らがあのこういうふうにこう例えば貸し切ってもらって、はい、こういうお客さんが来てこういうふうに楽しみましたっていうのを、はい、あの SNS に書き込まれることが OK であれば使っていいですね。なるほどなるほど、まあ OK、 僕らとしてはまあ全然 OK です、全然 OK ですね、僕らはね。で、まあ、今回は、無料で乗らせていただいたんですけども、まあ、普通でも借りれるっていうことで誰でも借りれるので、よかったら借りてみてください。はい、はい、どうでしたかリムジン。まあ、一言で言って、まあ、想像はしてたし、うん、想像通りだけどびっくりしました。まあやっぱり、うん、そうですよね、うん、なんか想像は僕もしてて写真でも何度も見たんですけどやっぱりなんか自分とはなんか真逆の性質の人が乗るような乗り物だと勝手に思ってたんですけど、うん、僕のような陰キャラでも楽しめるとてもあのいい施設だなっていうふうに思いました。ということでありがとうございました。ありがとうございました。ということで今日の動画は終わりです。チャンネル登録お願いします。じゃあな、大きいです。ありがとうございます。あのチャチャチャバー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 みたいな、はい、あれもあるんですか最後に。あります。あ、金沢大学どうでした？結構綺麗でびっくりしました、うん、まあ、毎日はいいけどたまになったらいいかな。まあ1回ぐらいだったら観光地としてもいいんじゃないですか、うん、インスタ映えスポットみたいな、最近ああいうの流行りでしょ。